私鉄ビル前停留場は、富山県富山市桜橋通りにある、富山地方鉄道富山軌道線本線の停留場。駅番号は C13。富山県道22号富山停車場線上の、平用軌道に設置されている。軌道は、東停留場付近で大きくカーブしている。1934年頃のルート変更に伴って、設置された当初は、 桜町停留場と名乗っていた。東停留場が所在する交差点の北東角には、機動線の桜町車庫があり、車両を基地として、機能を有していた。この車庫は1951年10月10日に、千歳町へ機能が移転されて廃止された。その後1964年、東武線の線形改良に伴う付け替えにより、 交差点を西へ直進する線路が付設され、分岐停留場となった。しかし東武線は1972年に廃止され、分岐停留場としての役目はわずか8年で終了することとなった。2009年に富山都心線、セントラムが開業し、東停留場も環状系統の停留場に含まれることとなったが、環状系統は、 半時計回り一方通行の運用であるため、セントラムが停車するのは、内回りの中央郵便局西側のホームのみとなっている。富山地方鉄道本社が入る地鉄ビル。路上右端に、地鉄ビル前電停が見える、富山県駅乗降客数。2021年4月19日閲覧。ABC 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳6号北新越、全線。 全駅、全廃線新庁舎、2008年、36ページ ISBN。ISBN978 から41億790万241。ABCDF 富山地方鉄道、写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み。富山地方鉄道、1979年、176ページ。AB 富山地方鉄道。 写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み、富山地方鉄道、1979年、177ページ。1942年12月7日、軌道上と許可、軌道上と、官報1942年12月21日、富山地方鉄道、写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み、富山地方鉄道、1979年、 175ページ。富山地方鉄道、富山地方鉄道50年史富山地方鉄道、1983年378ページ。ありがとうございます。